皆さんこんにちは、ケンです。今日は朝日とのコラボ企画第2弾、朝日の新商品を紹介したいと思います。その新商品を取り付けるための機材を紹介したいと思います。キャノン集合。おい、はい。朝日で取り扱っているガノーのガリバルディ、このグラベルロード、ちょっと持ってきましたので、これにつけるバイクパッキングアイテムを紹介したいと思います。お願いします。まず一つ目、こちらサドルバッグ、シンプルなサドルバッグですね、はい、で横はリフレクターがついています。で防水の仕様になってます。中もシームレスとなっていて、外からの雨とか水の侵入は防げそうです。結構大容量入ります、順番に取り付けていきたいと思います。付け方は簡単で、ロードバイク、グラベルロード、どちらでもいけます。シートポストにこのでかいやつを取り付けて、こっちの紐でレールにパチンパチンと、2個ね、まあここに何でもいいです。荷物、例えば今回で言うとこれソロ用のテント、テントもこうすっぽり入っちゃいますと、でこれでくるくるくるっと巻いて、パチンパチンとやってあげます、で荷物入れたら一応ブレを抑えるために、再度こうやってきつくね、今は仮止めしてますけど、まあこういう風につけるタイプです、実際皆さんの場合だとこういう風に、私みたいにキャリアつけてない方も多いと思うので、まあこれがタイヤに当たらないようにここの紐で調整してあげてください。角度をね、角度、でこういう風にソロテントも入っちゃう、サドルバッグ、はい、一つ目で防水なんやな。そう、防水、雨でも強い、急な雨とか多かったからな、最近。そうそうそう。続きまして2点目に提供いただいたのがこのフレームバッグ、全部ブラックです、でこのベルクロの部分も、しっかり水を弾くような素材で、横にはリフレクターがついてます、で中もこんな感じ、先ほど言ったシームレス、もう縫い目がきっちり圧着されているような構造になっているので、外からの水の侵入を防いでくれます、でシームレスジッパー、もう完全に水弾いてくれますね。でこれ奥までしっかり入れて使ってください。じゃあ次これを使ってみます、で普段皆さん必ず多分ボトルケージとか、ツール缶とかつけてると思うので、まあそれにも邪魔にならないぐらい、こうやってまずトップチューブにつけて、で最後にこうホイッとつけるとぴったしよ。ぴったしですね。でどのフレームサイズでも合うと思いますし、これを例えばこっち、ここが細いと、ここの三角形が細いという方は、これを逆転させてこっちを前にするという使い方をすればいいと思います。ここに合わせてね。そう、この三角の形に合わせてってこと、でもし最近のカーボンの、ロードバイク、グラベルロードっていうのがここが太いフレームの場合があるんですよ、そういう方にはこういう100均で、ベルト、便利ベルトみたいな、マジックテープのやつを100均とかで買ってもらって、ここがもし足りない場合、ここが足りない場合が多分あると思うんですよ、ものによっては、ここにこうすれば拡張できると、こう拡張できると、っていう工夫をして使ってみてください。取り付けめっちゃ簡単、ですぐ外せます、で3つ目がこれ、これの付け方は同じくステムの下のコラムの部分、こう付けてやると、ここ3点止めになってます、でこういう風に使うと、これがトップチューブバッグで、4点目、ハンドルバーバッグ、これはロールアップ式で、でごめんなさい、サドルバッグの時にも言い忘れたんですけど、ここで空気を抜くための穴があります。要は圧縮するための、例えばこの状態で物とか入れると膨らんじゃうんですよ、でもここで空気を抜くことによってさらにしぼめることができるっていう構造が
ハンドルバーバッグとサドルバッグについてます。なんで先ほど言ったように防水バッグなんですね全部、ということは密閉性が高い、なので空気が抜けない、こう膨らむと、だからそのための空気を抜く穴がついてます、まあ考えられてますよね、でこれはじゃあ例えばこれ寝袋、とマット、要は寝るためのマットとかをこう中に入れてやると、入れてやってこうくるくるくるっとしてやると、でここでパッチン、でこっちの反対側もこれやり方いろいろあるので何が正解とかありませんので、自分の入れやすいやり方で、そう締めやすいやり方で、で最後空気ちょっと抜いてやって圧縮して冷まし締めると、であとはこれをハンドルに、今フレアハンドルなんでつけやすいんですけど、ここに穴があるので、こうやって通してパチンと引っ張ってやってパチンと、でここにも穴とかあるんですけど、ここライトつけたりとか、クリップ用のライトつけたりとか、いろいろ工夫ができます、こう持ちやすい、僕のグラベルロードは、ハンドルが広いんで邪魔してない、そう見た目こんな感じ、どう？すごいなんかシンプルやからさ、絶対自転車の邪魔をしないというか、そう、見た目は大人っぽくてスタイリッシュでいいなと思う。今回この防水バッグいいところ、機能面もまあ防水ということ でかつお値段、貼っときますけどかなり安い、2万円以下でこれが全部揃えられます。あ、すごいね、私今まで例えばオルトリーブ、アピデュラ、ブラックバーンといったバイクパッキングの定番のもの、ほとんど買ってきたしつけてきましたけど、この防水仕様でこのデザインで、このお値段でつけれるっていうのはもう本当朝日ぐらい、もう朝日しかやれないような商品だなっていう感じはします。今紹介したメーカーってかなり高いんですよ。例えばサドルバッグだけでも1万5000円から2万5000円までぐらいに対して、そのサドルバッグ、まあものによりますけど1個分のお値段でこの全部つけて、キャンプなり旅行なり、1泊2日のお泊まりライドだったら行けちゃう。入門編にはすごくいいんじゃない？はい、ちょっとこれどんなもんか使ってみたいなみたいな時は手が出しやすいからね。そうで防水仕様なので、すごいお買い得、コスパのいい商品になります。あと私はやっぱりつけやすさはすごいシンプルでなんか分かりやすいからいいなと思った。どこにベルトを通したらいいんやろうとか、あんまり悩む必要がなさそうやなと思ったよ。過去の動画見ていただいてる方分かると思うんですけど、私結構まあグラベルロード買ってからその前からもバイクパッキングのことだったりとか、バイクパッキンググッズの紹介っていうの、あとキャンプツーリングね、のすごくやってたので、まあ今回朝日とこういった新商品出るということで、コラボレーションが決まったわけです、はい、もしよければ他のバイクパッキングの極意だったりとか、キャンプツーリンググッズ興味ある方はぜひ見てみてください。これからね、はい、夏本番やしキャンプ行く人も多いんじゃない？行くと多いと思います、で今やっぱりその密を避けるっていう意味でも、そういう遊びはありなんじゃないかなって個人的には思います。このぐらいの荷物やからちょっとした旅行というかね、そうですね、一人で近場のキャンプとかなら行けそうな感じやね、はい、で今日はご紹介動画だけです。今後なんですけども、近々私がこの装備でキャンプに行きたいと思います、一人で行きたいと思います。ソロキャンプ動画をアップする予定なので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。お願いします。この商品の紹介でした。まあ今朝日の各店舗に在庫もあると思います。ぜひお早めにご購入ください、こちらのバイクパッキンググッズのレビューについては
そのキャンプツーリングをしてからまたお届けしたいと思います。はい、お願いします。では本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。なんかこれ本当に自転車にすごいフィットしてて、つけてる感がなかった、ブレんし。でも私実はこうやってパッキングして走るの初めてやったからさ、実際比べられないけど他のメーカーさんのとは、うん、意外と走れると思った。じゃあキャンプツーリング終わったらぜひクォーターにつけて、2人で旅行にもまた行きたいと思う。行きたい。よろしくお願いします。